皆さんこんばんは。トコムスクエア TV の時間がやってまいりました。今週は楽天証券経済研究所の吉田悟さんをゲストにお迎えし、原油についてお話を伺いたいと思います。吉田さん、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、お願いします。先週、はい、株価の急落に伴って原油の価格も大きく下げましたけれども、はい、今後の価格を見ていくポイントを今日は吉田さんに解説をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、で早速なんですけれども、はい、こちらの画面、そうですね、日本の投資家の心が揺れている、はい、これはどういう、これはですね、はい、楽天証券で、毎月1回なんですけれども、楽天 DI というですね、はい、アンケートをですね、行っておりまして、はい、多くの方からその回答をいただいているんですけれども、これをですね、見ていきますと、今後のですね、原油相場を考えていく上で大きなヒントがですね、あるというふうな結果がですね、はい、先月の、アンケートで出てきまして、はい、それをご紹介して、こことも思っています。はい、で今後投資をしてみたい国地域と言ってですね、ここにこういろいろ様々ありますけれども、はい、山本さんのどんなところにこう興味を持たれますか？インドかな、人口まだ増えてきそうですしね、そうですね、かなっていうところなんですけど、はいはい、まあ、新興国も、ね、はい、いいと思うんですよね。うん、お客様方々はですね、はい、意外とこの、堅実な方が多くいらっしゃいまして、この A と B にですね、大きく分かれるんです。A 国、B 国。はい、B 国ですね。で、A 国というのは、これ、点線ですね。はい。ここに投資っていうふうに言ってますけども、これは、国名で言うと、これ日本なんですね。日本なんですか？はい。はい。50%、まあ、45から 50% ぐらいですね、投資をしたいというふうに思っていらっしゃって、はい、これは日本なんですね。はい。で、先月のアンケートで見ていきますと、この B がですね、はい、A を、日本を大きく上回ったんですよ。で、これが B がですね、これアメリカなんですね。アメリカ、ああ、なるほど。はい。で、中間選挙がですね、迫ってきまして、注目が集まっていますね、というふうなタイミングから、日本を追い越したということなんですね。はい、で、先月の、トピックがですね、この 51.59 っていうふうに、いきましたけれども、これは過去日本がつけた高値を上回ってるんですね。はい、なので、少しずつね、アメリカにこう投資をし、っていうふうな方がですね、はい、多数派になりつつあるということを示しているんです。でなんでこうなっているのかということを考えていきますと、一つはですね、はい、こういう理由があるのかなと思っているんですね。これはですね、トランプ大統領が、はい、これ OPEC ですね、これをこう、価格をこの上げているんだということも批判をするんですよね。で6月13、4月4日、9月20日、3回ですね、大きくツイートをしていまして、批判するんですね。はい、一番上がですね、原油価格が高すぎると言っていて、またOPECだと、良くないと言うんですね。で、4月4日は、価格をですね、今すぐ下げろと。はい。ちょっと誤調が強くなりましたね。かなり強いですよね。はい。でですね、9月20日は、税とこれはOPECですね。はい。OPECは、原油価格を今すぐ下げなければならない。もう今すぐ下げろと。いうわけですね。ああ、マストなんですね。マストなんですね。はい。マスト。で、これに対してですね、トランプ大統領は、オペクに言うのでですね、ここに言うんですけども、はい、なんでこういうこと言ってみますと、結局そのガソリン価格が上がっちゃってるんですよね。2016年に比べてですね、はい、だいぶ上がってきているので、中間選挙も前にありますから、原油が高くなってしまうと、選挙に影響するかもしれませんと、いうことなんですよね。はい、に対して、じゃあ、OPEC が上げているので、下げろというふうに、トランプ大統領は、半ば、パフォーマンス的な部分ですね、言っている可能性はあるのかなと思います。で、これがですね、一端となって、原油価格がこう下がったというふうな報道が、ちらほら見られたというのがですね、この数ヶ月の回線だったかなというふうに思いますね。アメリカ車社会ですからね、はい、原油の価格、ね、ガソリンの価格っていうのはとても大きいですよね。はいはいはい、影響は大きいと思いますね。で、こういう状況 なのでですね、はい、トランプ大統領の発言やそのツイートが原油価格を下げたというふうなですね、報道が様々あるんですけれども、これはですね、こちらの通りに、はい、下落要因のですね、真ん中に書きましたけれども、はい、トランプ大統領が OPEC に原油価格の下に要請と。うん、でこれって、原油価格のこう一因でしかないんですね。はい。
目立った報道にはなるんですけれども、うん、結局そのトランプさんといってもですね、はい、原油相場においては下落要因の一因でしかないわけです。うん、つまり、トランプ大統領以外に下げ要因もありますし、はい、ですね、こちらもですね、の通りに上げ要因もたくさんあるんです。はい、つまり、上げ要因も下げ要因もたくさんあるので、うん、全体的に見ていかないと今後難しいですよというふうに今日は言いたかったですね。うん、これ今抱えている要因、はい、上昇、下落のそれぞれの要因、はい、全部なんですよね。はい、というのは思っているんですけれども、まあ、つまりこの部分、一部分だけを見てですね、価格が上がるんだ、下がるんだという議論はちょっとこう、まあ、見過ぎるにつながるのかなというふうに思っていて、あえてですね、トランプその大統領のその例を出しましたけれども、はい、今後はこういうまんべんなくですね、見ていく必要があるのかなと思いますね。なんでこれをですね、はい、もっと言いますと、例えばですね、上げ要因ですね、これイランと書きましたけれども、はい、イランですね、あとは真ん中ですね、北米であったりですね、はい、リグであったりとか、はい、これって結局その、部分的なですね、地域の部分的なものであったりですね、はい、あとはその8月というその、期間の部分的な部分であったという部分で、全体ではないんですね。なので、上昇要因の共通点というのは部分なんです。はい。でですね、下落要因ですね、こちらの通りに OPEC というのは、はい、イランに対する全体ですね。あ、あとはこちらですね、米中の戦争によって、はい、世界全体が影響を受けているということですね。はい、なんか通じましたですね、世界の需給バランスに関わるですね、はい、米原生産ですね、というようにまとめて言うとですね、上昇要因というのは部分なんです。で、下落要因というのはこれ全体なんですね。じゃあ下落要因の方がちょっと根深いっていうか、はい、そうです、経流している、そうなんですね、はい、実は、そうなんですが、はい、なので、よくですね、こう耳にしまして、こう上がった上がったと言っているのは部分的な要素を見て上がったというふうな報道があると、うん、目立っているんですね。はい、だけども一方でですね、この全体のその下落要因というのが常にこう停留しているんだということを認識していなければいけなくて、うん、これがですね、こちらの通りに原油が、先週ですね、急落しましたけれども、これは、部分業種、全体無視によって価格が上がってきたんだけれども、うん、はい、先週ですね、株価が下がったと同時にですね、ですね、米ですね、エネルギー省が公表した、うん、データの中にですね、この全体的な部分について、これをこう、こうマイナス要素がその全体的に弱くなるというふうなそのデータが出たので、はい、全体が弱くなったので、この部分業種全体も占める価格上昇が覆ってですね、大きめに下がったと。今まで、はいはい、見て見ぬふりをしていたところが、はいはい、急にクローズアップされたから、はい、で驚いてどっと下げてしまったという、うん、ということなんですね。あ、はい、こういう危険ってはらんでるんですね、ずっと、はい、あるということですね、はい、で全体がですね、今否定されているような財務が出てくると、急落する可能性を常にはらんでいるということなんですね、はい、で、こちらの通りにですね、あと株価が大きく下がりましたけれども、うん、株が下がったので、消費が減るという連想から原油も下がったんですという報道がありますけれども、うん、それはそれであるとは思うんですが、はい、加えてですね、これですね、見ていきますと、うん、ダウはですね、はい、これはですね、10月、9日ですね、急落前の9日をですね、100にしまして、しているんですけれども、はい、ダウはですね、マイナス 4.7 ポイントだったんですけれども、原油はマイナス 5.6 なんです。うん、で、エクソンモービルですね、シェブロンですね、つまりダウを構成している銘柄、はい、もう大きくそこで下がってるんですよ。はいはい、これを見るとですね、じゃあエクソンモービル、シェブロンのその下落というのがダウ全体を下げた一因になっているというふうに見えるんですよ。うん、で、そのシェブロン、エクソンモービルを下げたのが原油なんですね。はい、なので、原油が下がったのでダウが下がったという一面もあると。いうことだと思うんですよ。ダウが下がったから、はい、だけじゃなくって、原油が下がったからダウが下がったと、うん、あいう面もあると思うんですね。はいはいはい、でこちらの通りにですね、はい、エクソンモビル の, その株とですね、うん、原油を見ているんですけれども、やっぱりこう上げ下げというですね、波で見ていきますと、まあ、ほぼほぼこう同じふうにこう見えているということなんですね。うんうんうん、なので、まあ、原油価格が上がってくればですね、その収益も増えますし、うん、投資も進みやすいんで、株価も上がるんですけれども、うん、原油が下がればですね、逆のパターンですね、幅が下がるというふうになっているんですが、うん、というように連動しているので、原油が下がると、エクソンモービル、シェブロンが下がって、ダウが下がるというふうなことは起きうるということもですね、うん、頭にこう入れておく必要があるかなと思いますね。はい、うん。
という部分でですね、まあ、株価の連動ということで申し上げましたけれども、うん、ここからはですね、部分と全体という話をさせていただくんですが、部分の要因というのはその上げ要因であると、うん、で全体はこう下げ要因であるというふうに言いましたけれども、うん、これはですね、はい、OPEC だけで見てもそうなんですね、うん、これはですね、9月で橋本さんと比べて言うんですけれども、というかそのイランの生産量が減りますねっていうふうに言うじゃないですか、そうですね、アメリカの生産によって、はい、ますよね、うん、でまさにこれ減っているんですよ、一番下ですね、イランは減っているんだけれども、はい、この部分だけその報道で出てきますけれども、実はこの上から2番目ですね、OPEC 合計ですね、全体というのはこれ増えてるんですよ。イランがこれだけ減っていても、はい、OPEC 全体ではこれだけ増えてると。はい、でこれを見ると、やっぱりまあ偏ってるのだなと思うのは、うん、部分ですね、イランはその上げ要因なんだけども、うん、全体 OPEC というのはその下げ要因であると。両方ともですね、認識していかないと、何かあったときに、突然じゃあその OPEC 増えてましたね。はい、で大きに下がるということは起こり得ると思いますので、はい、両方は同時進行しているという部分をですね、うん、見ていく必要があるかなと思いますね。とこれはですね、はい、その消費が増えるという話がありますけれども、うん、まあ、もちろん増えてはいるんですけれども、当然のようにこう増えているのでですね、特にその生産のようにその増減が激しくはないんですね、うん、なので消費が増えたから価格が上がるのは当然の話であって、まあ、だから急増しなければですね、あんまりその上げ要因にはなりづらいということをですね、考えていく必要があるかなと思いますね。うん、そのまあ、シェールなんですけれども、さまざまな部分にその生産をされているんですが、こういうふうにですね、アメリカ全体 の, その生産見通しというのが大きく引き上がってますので、今後も増えそうかなという見通しは今出てきています。9月までは、これぐらいの見通し、はい、上げの見通しでしかなかったものが、はい、こんなに急に上がっちゃったんですか？そうですね。これは現状に比べてですね、来年の年末には、プラス100万バレルぐらいになりますということをですね、先週の統計で言った、まあ、これもですね、原油の、はい、まあ、契約の一端になったかも見ているんですけれども、ということなんですよね。なので、まあ、生産は、まあ、少なからず、まあ、今よりは増えていくだろうということが分かるということですよね。で、こちら、在庫を見ていきましてもですね、直近で増えてきていますので、これはですね、減産が始まって、てからですね、大きく減ってますということで、うん、まあ、減産の効果があってですね、減ったは減ったんですが、最近増えてますということを考えていくと、減産の効果というのは薄くなってきていて、うん、で年末には終わるんですけれども、はい、まで続くんですが、それまで、まあ、減産はやっている、大丈夫というふうな雰囲気というのは、もう早くなくなってきているのかという部分ですね。この辺もやっぱり、まあ、下げ要因として認識していく必要があるというふうなんですね。はい、最後にこちらですね。で、そう、全体的に言うとですね、要はその、これは需給バランスを見ているんですけれども、うん、世界全体の供給引く、まあ、消費で今計算しているんですが、はい、で供給過剰になっちゃったんですよね。本当だ、はい。ここのところずっと供給不足で来てたんですけど、はい、それがいつの間にかこんな風に過剰になってしまったんですね。はい、でこれがやっぱり、まあ、先月、先週 の, その統計で出てきましたので、はい、まあ、この辺もやっぱり、まあ、原油その下落になったのかなと思いますですね。でこれが、まあ、アメリカの生産が増えるとかになってくると、はい、どんどん供給過剰気味にこうなる可能性がありますから、うん、これはこれでやっぱり、まあ、まあ、停留する下落要因として、認識していく必要があるかなと思いますね。はい。今後の価格を占うなら、うん、まあ、その上昇要因の部分と、はい、それから下落要因の全体も両方ともまんべんなく見なくてはならないというのが吉田さんの、はいはい、だと思います、はい、考えだと、はい、やっぱり、まあ、下がってしまうとですね、はい、やっぱり、まあ、影響が大きいという方もたくさんいらっしゃいますので、どっちかといったらですね、その株のように、上がることによってムードはこう改善していって、うん、良い面があるというところもあると思いますので、うん、まあ、部分業種ではありながらもですね、価格は上がっていき、うん、まあ、大きな調整はあるかもしれないけれども、はい、調整をしながら、まあ、そこにこう切り上げていくという展開が続いていくのかなと。なので、まあ、あえてその下げ要因はあるんだけれども、はい、いいところを見てこう上がりながら、はい、たまにはこう下がるというふうなことを繰り返していくのかなと。あまり悲観的になってもね。もちろん、はい、だと思いますね。そうですね。はい、わ、はい、かりました、はい。バランスよく見ていきたいと思います。はい、はい、吉田さんどうもありがとうございました。今日は楽天証券経済研究所の吉田悟さんに特別ゲストとしてお越しいただきました。さあ第1部はこれで終わりですけれども、第2部はレギュラーコメンテーターの小針秀夫さんに登場してもらいます。第2部第3部も引き続きご覧ください。吉田さんありがとうございました。